公開して、無事に公開して、このようにね、皆さんに足を運んでいただきまして、とても嬉しく思っています。短い時間ですけれども、よろしくお願いします。ありがとうございます。上映前ということで、まだね、実際にどんな内容かっていうのは皆さんもご存じないと思うんですけど、少しでもこの後皆さんが見ていただく際にですね、より楽しめるように、少しでもこの作品の魅力を、短い時間ですがお伝えできればいいなというふうに思っております。楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。清水さん、磯村さん、今回はい。親友役でしたけれども、また次回共演されるとしたら、どういった役柄、どういった関係性がいいですか？そうですね。がっつりなんかご一緒ね、で、ね、お芝居でまたこう、できるのは本当何でも全然ぜひやらせていただきたいって感じですけど、どうです？僕は、アメリカのストリートカルチャーに触発された、ストリートな、親友をやりたいですね。なるほどね。スケートボードで街を走り回ってるような人に見えるんで。俺がね、そうそうそう。似合うなって。俺、そう、撮りたい。撮られちゃった。なんか似合いそう、そういう。もなんう共かア演メリでカられンちゃカルう。チャーがすごい似合いそうだ。ストリートな感じで。うん。もうでも磯村さん、撮りたいってことはもう、なんか、そう。親友役とかじゃなくても、監督側に回っても。待って、俺が撮ります、じゃあ。じゃあ、じゃなくて。もう質問を変えちゃってるから。自分が。あれ、一緒にだもんね。そのなんか友達みたいな感じ。だからバディとかみたいなね。そうそうバディとかってよくバディとかブラよくザないーだですかね、多分言い方としては。ね。ヨブローみたいな。バデバデ。バデ。をやりたいです。ありがとうございます。お二人はどうですか？ そう、僕すいたまちそうせん。ですすいません。ね。バデに突っ込んでいいのかどうか迷いつつ、二人に振っちゃいましたけど。おう。そうですね。いや、でも、その今日初めてお会いして、オクトパスのこのお二方にちゃんとお話しさせてもらうの初めてだったんですけど、すっごい本当、パワーをもらえるぐらい元気で、朝お会いした時から、おはようございますみたいな、よろしくお願いしますみたいな風に来てくださって、それはすごい、もう僕も朝ね、もう本当、もう低血圧みたいな、若干ね、よし、頑張ろう。よし、舞台挨拶、初日だっていう気持ちにこう切り替えるときに、すごいこう、気持ちを持ち上げてくれるというか、朝入ったときに、もあったんで、やっぱすごいなって、こう、みんなにこう夢を与えて、ね、歌って踊って、僕にはやっぱできないから、すごいその元気なエネルギーに、僕は、だから若干嫉妬してます。そう。けど、それは朝思いました、すごい。だからさっきマネージャーさんにも、すごいですよねって。あんなに、やっぱエネルギッシュで、やっぱりそれだけ魅力がそこにあるから、みんなにこう愛されて、楽曲も愛されるんだなと思って、それをまあ、ちょっとひっそり僕は暴れ者に隠して、今日朝からずっと思ってました。それなんで、こう今このちょっとタイミングでカミングアウトしました。ありがとうございます。出してくださってありがとうございます。磯村さんありますか？何か、どなたでも大丈夫ですよ。僕ですこのか？メンバーに隠してる本音。ね、でもしまっときたいですね。違う違う、そういう趣旨じゃないから。違う。違う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 。でもやっぱほわら、かるけど、気持ちはわかりますけど、それを言うっていう、あれだから。あ、そうか。やっぱしまっときたいし。ごめんなさい、すみません。聞いたんですが。と期待ものは無理やり引き出せないですから申しね。訳ないです。思いついてないんだ。それが本音だよ。オ チ以が上つできます。した。ありがとうございます。引き取ります。